理不尽なことで人から切れられたことはありますか？昔付き合ってた彼氏なんですけど、彼氏と付き合ってた時に、友達のエッチの話になったんですね。で、その時に、その友達が結構性癖がちょっと癖があって、首絞めプレイをしてたんです。で、なんか、めっちゃ楽しいって言ってたので、で、私もその首絞めの経験はないんですけど、当時彼に、でね、首絞めってしたことあるって聞いたんですよ。で、そしたら、なんか、ただ友達の話なのに、なんか、すごいキレられて、私は、そういうタイプじゃないから、鵜呑みにしない方がいいみたいな感じで言われて、もうその友達と友達やめた方がいいよぐらいまで言われたんですよ。そう。だから、なんか、なんでそんなことでキレられなきゃいけないんだろうっていうのが、なんかちょっと理不尽だなっていう思い出があります。今だから言える恥ずかしい買い物は何ですか？私実は、おもちゃを結構持ってて。でも、私、中で行くことがすごい難しくって、っていうか多分行けたことないんじゃないかなと思うんですけど、ディルドわかります？おちんちんの形したやつ。それで、自分で行く練習をしようと思って、ディルドを買いました。で、たまにちょっと中に入れて、中行きの練習をしようかなと思うんですけど、結構に難しい。ね、中行きってどうやってするんだろう。